こんにちは、サラです。今回はですね、リップメイクのやり方をやっていきたいと思います。結構メイクって最初リップから入るじゃん。だからちょっと今までね、リップなんて塗ればいいじゃんみたいな感じでおろそかにねしていたんだけども、最近リップメイクってめっちゃ大事じゃねっていうことに気づきまして、ちょっと改めてね動画にしてやりたいなと思います。で、今何もしてない状態なんですけど、なんかちょっとぼんやりしてる感じですよね今で。これからねリップメイクをしてよりプリティな顔面に仕上げてまいりたいと思います。はい、まずね自分の唇を観察します。これめっちゃ大事。まず自分がどういう唇のタイプで、この鼻の下がね人中って言うんですけど、この人中がどんぐらい長いのかっていうのと、あとそれに対して顎の長さがどうなのかっていうのを見ていきます。で、私の場合上唇も下唇も若干薄めで、人中がちょい長の、顎もちょい長多分で、人中もちょい長なんだけれども下唇が薄いので、意外と顎下のバランスは取れてる感じで、自分の唇を観察したら、今度は自分はどういう唇になりたいんですかっていうのを問いかけます。私はどういう唇になりたいのかなって考えて、もうちょっと人中短くして上唇をふっくら見せたいなっていう感じなので、それに基づいてメイクをやっていきます。はい、じゃあ早速ねやっていきたいと思います。まず鼻の下にシェーディングを入れます。鼻の下に影を作って、私のお鼻はもうちょっと長いですよっていう詐欺今回はセザンヌのシェーディングスティックを使っていきます。軽くね指にとって鼻の下に塗ります。はい、こんな感じで若干影が長くなったように見えると思います。まあもうすでにノーズシャドウしてるんですけど、この鼻先のノーズシャドウも若干強調するといい感じです。そしたらリップライナーを引いていきます。私が使うのはこちら、最近買った限定のやつなんですけど、ワンデータトゥーのラスティングリップティントライナーってやつです。こっち側にコンシーラーがついてて、こっち側がリップライナーになってます。で、リップライナーなんだけどティントだから落ちにくいっていう商品です。まずコンシーラーの方を使って、このなんていうの口角の下のくすみを隠します。まあ別にこれじゃなくても普段使ってるコンシーラーの方が塗りやすいかもしれない。そしたらこっちのティントリップライナーの方を出して、私の場合唇が薄いので割とオーバーめに塗ります。ここがねちょっとえぐれて、横から見ると唇ない感じなので、ここもオーバーに描いちゃいます。で、下唇を厚くしすぎると、この顎のバランスが失われるので、まあ、軽くね輪郭をくっきりさせるぐらいにしときます。この真ん中の方は別に描かなくて大丈夫。はい、こんな感じで縁取りできたら、もうあとはね中を好きなリップで塗ります。で、このリップライナー、このリップライナーなんですけど、わざわざこの限定のやつは買わなくても、リップブラシにティント取って、まあ、ぼかしながら描いても大丈夫です。今回は MAC のプレンティーオブパウトプランピングリップスティックのエクストララシャスを塗っていきます。これは前も説明したと思うんですけど、唇なんですけどちょっとスースーして唇をねふっくらさせてくれる、これを塗っていきます。ちょっと山がきつすぎたので修正します。まあ、今回はちょっと分かりやすいようにちょっと大げさに描いてます。はい、こんな感じで塗りました。境目がちょっとはっきりしすぎる場合は指でねぼかしてください。はい、これでリップの形ができました。はい、これでぷっくりリップが完成しました。はい、で今度はハイライターをこの唇の山ら辺にちょこっと入れて、よりね強調していきます。こういう付属のブラシで入れるといっぱいつきすぎちゃうので、細いブラシか綿棒か指で塗ります。今回はね綿棒で塗っていきます。はい、こんな感じです。ほんと気持ちだけどね。で、最後仕上げにこちらケイトのダブルラインフェイカーで、今リニューアルして名前が変わってるんですけど、
テロップに出します。これを使って口角をアップさせます。ちょっとね斜め上を向くようにダブルラインフェイカーで影を入れます。こんな感じ。はい、これで完成です。今すごい真顔なんだけどちょっとにこやかな感じに見えると思います。はい、グロスはお好みでのせます。リップ38度フローフシのリップ38度スワールを私は使います。はい、これで完成です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。結構大場目に描くことによって顔の余白が減るので若干小顔に見えます。人によってね唇の厚さとか形がね違うと思うのでぜひね自分でよく観察してどこを長くしてどこを短くするのかやってみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。